お元気ですか？ベルシアンと申します。今回はね、 BBM オリックスバファローズベースボールカード2020の開封動画です。で、BBM さんは久しぶりに紹介します。今回はこのオリックスバファローズなんですが、以前ね、お楽しみ開封袋で紹介しましたが、今回はこれワンセットでボックスで買いましたので、で、これで紹介したいと思います。まずね、開けてみます。あ、開ける前ですね、まずごめんなさい、こういうね、選手が揃っております。最後にこのね、スペシャルインサートですね、直筆サイン缶、これ目指して頑張りたいと思います。はい、はい、開けてみたいと思います。はい、こうなっておりますね。で、今回はですね、BBM さんの方はで、この開けまして 1,2,3,4 ね、これ6袋入ってるんですね。で、この7,8,9,10 ですね、1,2,3,4,2,5 ね、6,7,8 あ、ですね、1,2,3,4,5,6,7,8 ですね。はい、10袋をこの前編に紹介したいと思います。このね、残りの方はこの後編の方にね、回したいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、まず開けてみたいと思います。いただきます。1袋目いきたいと思います。背番号18ですね。山本由伸選手のカードでございます。ね。これですね、背番号95、神戸文也投手。背番号17、松井博俊投手、元ファイターズですね。で、背番号19で、これが山岡大輔投手の、カードでございます。で、背番号これが34、吉田正尚外野手のカードでございます。背番号66、吉田亮投手。はい、すいません。それでは2袋目いきたいと思います。背番号98ですね、これが張躍投手。背番号42、アデルリン・ロドリゲス内野手。背番号5、西野正弘内野手。背番号99、杉本裕太郎外野手。背番号27、アルバース投手。背番号これが13ですね、宮城博也投手、ルーキーですね。それでは3袋目参りたいと思います。背番号3ですね、足立良一内野手でございます。背番号67、中川圭太内野手でございます。背番号45、飯田裕也捕手。で、これが背番号00、西浦隼人内野手です。で、出ました、直筆サインカード、すいません。お、これちょっといいの出ましたね。山本の忍投手の直筆サインカード出ました。18番ルーキーカードです。で、元に戻りまして、背番号47、海田智之投手でございます。いきなりね、結構ね、いいカードが出ましたね。直筆サインカード、いや嬉しいですよ。続いてね、これが2袋目、失礼しました、これが3袋目ですね、失礼いたしました、ね、4袋目でございました。4袋目でございました。失礼しました。で、ついていきます。これがですね、バファローズのマスコットですね。で、中はこれで、ね、チェックリストとなっております。はい。
これが背番号10アダム・ジョーンズ外野手のカードとなっております。背番号36山足達也内野手でございます。背番号25西村亮外野手、失礼いたしました。背番号4福田周平内野手。背番号65漆原大成投手になっております。続いて5袋目いきたいと思います。背番号56松井裕介外野手。これが背番号19山岡大輔投手のカードでございます。背番号39小林圭介投手。背番号37若月健也捕手。背番号10アダム・ジョーンズ外野手のカードとなっております。で背番号61榊原翼投手の、これまたカードとなっております。続いていきたいと思います。続いて6袋目参りたいと思います。背番号44これが頓宮裕真捕手。背番号52ビギンズ投手。背番号35比嘉幹樹投手。これが背番号10アダム・ジョーンズ外野手。背番号49澤田圭介投手。背番号8後藤俊太外野手となっております。続いてね7袋目開けたいと思います。背番号31これは太田亮内野手。背番号26東名大輝投手。背番号48斉藤豪樹投手。背番号98長役投手のカードとなっております。背番号18山本由伸投手の、これがね限定の、ね、限定カードとなっております。こちらが、90分の70となっております。すごいですね今日山本投手つながりで結構ね当たってますね今日は。背番号0勝又翔輝内野手となっております。続いてね、8袋目いきたいと思います。8袋目いきたいと思います。背番号24これが東名大輝投手。背番号36山足達也内野手。背番号1ボヤ外野手。背番号42アデルソン・ロドリゲス内野手。でこれが背番号6宗優真外野手のカードとなっております。で背番号57山田信義投手となっております。続いていきたいと思います。9袋目開けたいと思います。背番号3、ね、足立良一内野手。背番号20近藤大輔投手。背番号37
若月健也捕手で、こちらが背番号18山本由伸投手のカードとなっております。で、背番号55地井岡田外野手です。これが背番号24紅林幸太郎内野手となっております。で、前編最後のね、その10袋いきたいと思います。背番号19山岡大輔投手、背番号48斉藤豪樹投手、背番号25西村亮外野手、背番号10アダム・ジョーンズ外野手で、こちらが背番号98張躍選手のカードとなっております。あ、これは CR ではないですね。で、最後の前編最後の1枚は背番号41田野光大外野手となっております。以上で終わります。やっぱりこちらのね、山本由伸投手のね、この直筆サインカード、これやっぱりね、ちょっと当たりきましたね。大変嬉しいです、ね。今度ね、後編もやりますので、後編もお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは失礼いたします。ペルシアンでした。